にちは。タロットリーダー協会の桜井美久です。今日はタロットで3枚引きをやります。最近コロナ離婚という言葉がありますが、この先どうなっていくかわからない不安と、旦那さんが在宅勤務になって築き上げた程よい距離感というものがなくなって、いろいろと大変な人も多いと思います。うちも旦那が最近在宅勤務になり、朝昼晩とご飯を作らなくてはいけなくて大変です。なので今日はタロットに旦那さんと仲良くやっていく方法を聞いていきたいと思います。それではタロットを引いていきます。まず現状から引いていきます。現状、結果、アドバイス。アドバイスです、はい、それではカードを読んでいきます。現状は大アルカナの節制です。節制のテーマは調和や協調、バランス、ほどほどが大事だよというものがあります。夫が在宅勤務になって大変なこともありますが、下に降りてきた時にちょっと用事を済ませたり、お風呂もゆっくり入れるようになったりと良いこともあります。仕事部屋もあるので、それなりにお互いうまくバランスを取れているということがこのカードでわかります。結果は大アルカナの死神、逆位置です。死神のカードを怖がる人もいますが、怖い神様じゃないですよ。今の自分にとっていらないものや考え方を捨てて、新しい扉を開きましょうというカードです。逆位置なので、その変化は緩やかなものになります。現状が節制でバランスも取れていますし、急いで何かを変えなくちゃいけないというわけではなさそうですね。アドバイスはワンドの8の逆位置です。正位置だとスピード感があったり動きのあるカードですが、逆位置なので停滞したり動きが悪くなったりします。緊急事態宣言が解除されたとしても、すぐ前のようにフルで会社に出社するとはならないと思うので、焦らずに今のお互いの距離感を大事にすることが大切です。あと、私は夫が会社に行っている時にこっそり子供を預けて講座を受けたり鑑定をしたりしていたんですけれども、そういうことも今後は厳しくなると思いますので、もう少し夫に心をオープンにして動いていけるように意識を変えていきたいと思います。このようにタロットは